お願いします。ではお願いいたします。これでいいかな、聞こえてます、大丈夫です。はい、地方職員共済組合のマイナンバーのご登録について、まずご報告を申し上げます。昨日事務方から公表いたしました通り、地方職員共済組合が人為的な入力ミスによりまして、元組合員の年金情報に誤ったマイナンバーを紐付けたことにより、他人のマイナポータルで当該元組合員の年金情報が表示されたという事案が1件確認されたところでございます。本事案が発生した地方職員共済組合においては、情報が表示されないようにする措置を実施するとともに、対象の方へのお詫びや説明を昨日までに終えて本日、公表したと報告を受けております。また年金の支給額や掛け金額に影響することはないとの報告も受けております。ただやはりマイナポータルにおいて本来ご自身の情報を確認するところに別人の情報が表示されていたということが発生をしておりまして、個人情報の問題が発生したと申し上げざるを得ず遺憾に思っているところでございます。この件につきましては総理からご指示がありまして、総務省としては具体策を検討し、本日所管している全共済組合、地方職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、東京都職員共済組合でございますけれども、これに対しまして新規誤りの発生防止と既存データの総点検を図ることを指示をいたしたところでございます。紐付けを誤った原因としましては、地方職員共済組合において元組合員の情報をシステムに登録する際に、元組合員からマイナンバーを取得していなかったことによるものでございまして、この際時にあたって氏名などをもとに J リスに照会を行って、元組合員のマイナンバーを確認をしておりました。その際に誤った氏名で照会を行った結果、生年月日や性別が全く同じ別人が合致してしまい、その人のマイナンバーを登録してしまったものでございまして、住所の確認が十分ではなかったのではないかと思っております。新規の誤りを防止するために、資格取得最低請求に関する情報をシステムに登録するときにマイナンバーを記載していただくことを徹底することとし、関係省令の改正も進めたいと思っております。提出いただいたマイナンバーが正確かどうかを確認するために、全県にわたりマイナンバーをもとに J リスに照会を実施し、これにより取得した誤情報と登録する誤情報を照合いたします。また既存データの総点検につきましては、全共済組合においてマイナンバーをもとに J リス照会を行った上で、照会結果の誤情報が本人の誤情報と一致することを確認をいたします。一致が確認できない場合に、該当者ご本人にマイナンバーを確認できる資料の提供をお願いをするところでございます。総点検の結果は7月末までに共済組合から作業結果の報告を求めてまいります。マイナンバーを安心してご利用いただけるように、必要な対応に関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。私からは以上でございます。幹事社の毎日新聞です、はい、私から幹事社質問1問をさせていただきます、はい、先ほど発言にもあったように、はい、マイナンバーカードをめぐる一連のトラブルについてですが、カードの普及を急がせすぎたためではないかという意見があります。今回のミスについてもそうしたことが要因だとお考えになりますでしょうか。はい、一連のトラブルそれぞれ原因がございますので、一連のトラブル全体についてはコメント申し上げませんが、今回の事案については、これは元組合員の方が年金受給権が発生したときにマイナンバーの登録を行ったもので、令和3年12月に生じたものでございまして、マイナンバーカードの普及が大きく伸びた時期よりも、もう前の令和4年よりは前の時期であるかと思っております。なお年金保険者のによるマイナンバーの登録は平成28年11月以降に開始されているところでございまして、マイナンバーカードの普及促進とは連動したものではなく、まあ、マイナンバー制度の中でこれまで進めてきたものだと理解をしております。ありがとうございます。管理者から以上です。各社さんいかがでしょうか。朝日新聞の仕事と申します。はい。
今回の入力数、まあ、人為的なミスということなんですけども、まあ、改めてなんですけど、再発防止策で、その人の 手入力というか、を排除してこうシステム的に量だけで完結するようなものにしていかないと、その人的ミスを防げないと思うんですけど、改めてなんですけど、その辺の防止策について、人為的ミスをこう解任させないような、対策ということに、どのように。はい、まあ、おっしゃった通り、データ連携といった形も一つの形かとは思いますけど、今回のことはまず登録元組合員、当事者というんですかね、その元組合員の方の情報をシステムに登録する際に、元組合員の方からマイナンバーをいわば書いて出していただいてなかったことが一つの原因ではないかというふうに私どもは考えておりまして、マイナンバーを書かずに、まあ、年金の手続きを進めていただく中で、マイナンバーを登録するにあたっては、その共済組合の方が税理士さんに紹介をして、行った。ただその時に、住所の紹介照合が十分でなかったために、名前と性別と生年月日が一致をしたという、まあ、だけでといったらあれですけど、住所を十分に確認をせずに一致した方がいたので、その方のマイナンバーを登録をしてしまったということでございます。なお、私がちょっと正確ではありませんけど、聞いたところでは、そもそもその名前も実は入力した際に間違っていたという話もありまして、ご本人からマイナンバー出していただいていると、まずマイナンバーで確認ができると思いますので、今私どもとしてはやはり、マイナンバーまあ、と紐付ける場合に、ご本人からマイナンバーをお示しをいただくようにするということを進めていくということが、まず第一歩ということで今準備をしているということでございます。省令改正で義務付けるとか、省令改正でこれを必要事項にしていこうと思ってますが、省令改正に先立っても速やかにぜひマイナンバーを出していただくようにというふうに共済組合の方には、要請をさせていただいているところでございます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい。はい。